ではすみません、代表から。はい、政府4演説について、今、聞きましたけれども、まあ、特に菅総理大臣の演説についてはですね、残念ですが、こう政治的リーダーシップと熱意を感じることができませんでした。これで本当にコロナをなんとか抑え込んでいくという、そういう強いメッセージが感じられなかったことは残念ですし、まさに菅総理が問題だとしている悪しき前例、役所の縦割りがそのまま出ているような演説だったと思います。皆さんもお感じになったと思いますが、いわゆる各役所からそれぞれ役所の担当を出してですね、いわゆる短冊というものを組み合わせた典型のような演説になっていて、これこそまさに悪しき前例そのものではないですかね。これではとても今の日本の困難を乗り切ることはできないと、逆にそのことを確信したような演説だったので、これから始まる国会ではですね、予算の見直し、特に、大変窮状に陥っている飲食だけではない、さまざまなですね、事業者に対する、持続化給付金や、家賃支援給付金の再給付、あるいは、医療現場で、頑張っておられる医療従事者、また、医療機関そのものへの使い勝手のいい支援の強化、こういったものが改めて不可欠だなと、今のままの予算や政策では、このコロナの困難を、そして日本経済の困難を乗り切ることができないと思いました。で、合わせてですね、やっぱり日本を守るという意図に、非常に私は危惧を感じました。というのは、総理の演説の中に、尖閣の背の字もなければ、外務大臣も含めて香港のほの字もありませんでした。今、内憂外患といわれる状況で、もちろん国内ではコロナ対策に、しっかりと対応していかなければなりませんけれども、また、対外的な、また外交安全保障の問題でも大変な困難を抱えている中で、それに対する明確な政治的メッセージ、リーダーシップが感じられなかったと、そういう演説だったと思いますので、我々としてもしっかりとした対案をですね、この国会の中でも、特に21日に代表質問で質問に立ちますので、そこではしっかりと訴えていきたいと思います。以上です。はい、では質問を受けいたします。はい、どうぞ。すみません、共同通信の太田です。衆院選前の国会になるかと思うんですが、はい、次期選挙に向けてどういう国会にしたいかというのを一言お願いします。はい、我が党はですね、これまでも政策提案型という形でやってまいりました。昨年も10万円の定額給付をはじめとしたですね、我々が提案してから数ヶ月、数週間経って実現するような政策も多かったので、やはり時の政権与党というのは、我々の経験がありますが、どうしても目の前のことに集中して、少し先のことが見えなくなったり、あるいは今やっている政策に取り組んでいるばっかりにですね、それ以外の代替案とか、プラン B といったものにですね、頭が向かないというところがありますので、この今行っているコロナ対策が失敗したときのプラン B が今の政権は持ち合わせていないと思うので、コロナ対策だけではありませんけれども、そうした今の政策がだめだったときのですね、代替案ということを積極的に提案しながらですね、与野党の議論を引っ張っていきたい、牽引していきたいと思っています。はい。朝日新聞の山下です。はい、ですね、政府のですね、特措法と感染症法の改正案、はい、大体概要が見えてきましたが、現時点での評価、罰則、今の形でいいのかどうか、それも含めてお願いします。私はね、罰則そのものが問題とは思っていません。で、我々も昨年12月2日に出した特措法では、罰則付きのものを出しています。従来から申し上げているように、このコロナの封じ込めにとって実効性をいかに高めるのかということがポイントで、そのためには補償措置、つまり、事業をですね、少し休んでもらったり、やめてもらったりする方に対する補償措置と、そして従わない場合の罰則ということをこのセットで、北風と太陽セットでやろうというのは、去年の4月からずっと申し上げていることです。ただ、今回の法案の最大の問題はですね、その有事の時と有事じゃない時の境目が非常に曖昧になっているということ。つまり、我々は緊急事態宣言を出すときはですね、試験の制限も含めて厳しくやる。ただその代わり、試験制限をして、ある種行政の裁量を高めるわけなので、国会への報告や、場合によっては事前承認という形で、民主的統制をしっかり確保する。その中で、
例外的に試験を制限すると。逆に言うとそうじゃないときにはですね、試験の制限については行わない、あるいは行っても最小限にするという、この、まあ、有事と平時のですね、このメリハリをしっかりつけていくということが大事だし、その境が曖昧になってしまうと緊急事態宣言自身の効果が非常に薄れてしまうというのが我々の考えです。で今回はまん延防止重点措置あるいはまあ予防的措置というような形のですね、極めてこのグレーな新しい第三の領域ができて、緊急事態宣言じゃないんだけれどもほぼ緊急事態宣言的な状態であって、その時には国会の報告も何もなくてですね、罰則が課せられていくと。でこういう曖昧な状況がかえってですね、緊急事態宣言の効力を低減させることにもなるし、民主的統制の観点からもですね、いたずらに試験制限につながってしまうではないかということで、むしろこのいわゆる予防的措置、まん延防止重点措置というものがですね、非常に問題があるのではないかというふうに思っています。関連なんですが、特措法の改正案はですね、事業者への支援について、まあ、政府原案を修正する形で、まあ、義務規定に強めるということを がされたんですが、これによってですね、十分な保障というのがなされるのかどうか、そこはいかがでしょうか。はい、これはもう我々もですね、すでに政府野党連絡協議会で具体的な条文イメージも含めて出していますので、結論から言うと不十分です。で努力規定になっていることが講ずるものとするといって努力じゃなくて、義務になったとよく言いますが、まあ、これも全部織り込み済みでそうしているんですが不十分です。で2つのポイントがあって、その講じなければならないというのはもう当たり前なんですが、1つはですね、事業規模に応じた支援がきちんと行われるということで、従業員数であるとか売上の規模であるとか、まあ、こういったですね、事業規模に応じた実質的な保障になるような支援が行われるという旨が書き込まれなければいけないということで、2点目にですね、先ほどの話にも関係するんですけれども、緊急事態宣言下で、一定の行政命令を出す場合と、緊急事態宣言が出ていない非宣言下で出す命令とではですね、それ例えば違反したときに罰則が違いますよって話にしているんであれば、逆に言うとその財政的な支援も当然緊急事態宣言下の方がより例えば国のその補償責任は強くならなければいけない。でそこの罰則についてはグラデーションがあるのに、その支援措置については何らその書き分けグラデーションがなくて、単に支援をしますと書くだけではですね、非常に不十分です。ですからこの2点をもって、つまり事業規模に応じてやるということと、あと緊急事態宣言下においてはよりですね、強い、国の保障責務、まあ、こういったものがですね、書き込まれなければいけないと思うんですが、どちらも書かれていないということで、極めてそのいわゆる保障については不十分、納得できるものではないという今の整理です。なので最後に確認させていただくと、特措法と感染症法の改正案、現時点での賛否ということになると、現時点ではちょっと賛成できるようなものではない。最終的なですね、法案についての賛否はまだ党内で手続きをしておりませんが、まあ、我々がこれまで、求めてきたこと、あるいは、まあ、我々が昨年の12月に出した法案等との関係を照らし合わせてみればですね、少なくとも今の時点では、我々が満足できるレベルのものにはなっていないということです。はい、次いかがでしょうか。はい、どうぞ。石井総新聞社の川口です。はい、過去報道各社の世論調査で内閣の不支持率が逆転するなどですね、政権の支持率が下がる一方で野党の支持率が飛躍的に上がるということは分かっていないと思いますが、まあ、こうした野党の支持率が低迷している原因を改めてどう受け止めて、どう挽回すべきだとお考えか、特に通常国会でどのように挽回策を取っていきたいかということについてお願いします。はい、支持率が、政権の支持率が低下していることについては、まず政権は2つの大きな失敗を犯していると思います。で1つはですね、やっぱりリーダーが約束を破ったということですね。特にあまりですね、政権はこのことを重視してないかもしれませんが、やっぱ5人以上の飲食はやめてくれと言った後に、やっぱり5人以上でステーキを食べたりとかですね、あるいはその最初は人数制限でどうだこうだ言ったのが、もう今は人数制限じゃなくて、とにかく8時以降はダメだと言い始めて、でまた最近ではこの昼もダメだということになっていて、まず
決めたこと、あるいは国民の皆さんにお願いすること、例えば7割ですね、テレワークしましょうと言っても、今日も本会議場満帆ですよね。あれを国民が一体どういう気持ちで画面を見ているのか、まあ、そういうことを考えると、やはりそのこれ我々も含めてなんですが、その、まあ、政治的リーダーがですね、国民にお願いしていること、あるいはそのこれを守らなければいけないという約束をリーダー自身が破っているということでですね、国民がその、まあ、総理をはじめとした閣僚の言葉を信じることができなくなっているということが1点目で、2つ目はですね、やっぱあらゆる政策が後手後手で小出しだということですね。緊急事態宣言も我々は早くから出すべきだと言っていて、結局いろいろ理由つけて出さないんだけど最後は出すと。水際対策の徹底についても、これ全世界からの入国を一旦止めるべきだと言って、最初反対していて、結局、全部止めると。まあ、こういうことが繰り返されてるってことがですね、支持が落ちてることの原因だと思います。だからこそですね、われわれは先手先手で、政府が出せない政策をどんどん提案していくと。政策、あえて言うと政策対決にしていかなきゃいけないなと。もちろんですね、桜を見る会とか、いろんな問題があるとは思いますけれども、やっぱり今の国民の最大の関心はコロナ、これはもう去年からコロナだったと思います。ですから、野党の側もですね、やっぱりこういった今の国民の不安や、将来が見えないという不確実性に対して、自分たちならこうするんだというですね、まあ、そういう政策を出すことによって、信頼を勝ち得ていくしかないのかなと思いますので、まあ、先ほど我が党は、まあ、従来からそういう立場で来ましたけれども、野党全体がですね、やはり与党では、あるいは政府では、なかなかですね、目先のことで、その先を見た政策が出せないところをですね、少し先を見た、あるいは政府には出せないプラン B をしっかり出してですね、やっぱり政策を持って、国民の信頼を得ていく、野党にも任せることができるなと思ってもらえるようなですね、そういったその政策と、あとは繰り返しになりますが、その政策と合わせて自分たち の、 その態度、立ち位置、振る舞い、まあ、こういったこともね、やっぱり言うことをちゃんと守ってるんだということを見せていくこととセットでですね、信頼を勝ち得ていくことが大事だと思ってます。次いかがでしょうか。じゃあどうぞ順番に。はい。NHK の話です。はい、2点なんですけれども、最初 の施政方針演説に関して、長谷川総理大臣、成長戦略についてはグリーンとデジタルと書かれたと思うんですけれども、まあ、ちょっと今、コロナ禍という状況もありますが、菅政権の経済政策についてどう思われたのかということと、2点はオリンピックについて準備を進めていくということもおっしゃってたと思うんですが、そこについては、まあ、代表の見解、どう思われるか、成長戦略については中身がないですね。書いてあったのは、成長志向の政策運営をしますと、こんなのはね、誰でも言えるし、まあ、よくもこう中身、これだけ中身ないことを書けるかなというか、こう出した役所も真面目に考えろというような中身ですよ、正直申し上げて。で、安倍政権では、アベノミクスで、3本の矢で、バブル期以来の好調を取り戻しました。しかしながら、世界をリードしていくために多くの壁が立ちはだかっていますと。で、どうするのかなと思ったら、地方で家族を育み、老いても安心して暮らせるよう、地方の方々の所得を引き上げる施策を追求してまいります。そうした動きを国全体の活性化につなげ、我が国が持続的に発展していくため、成長志向の政策運営を続けますと。これでは何をするのかが全く分かりません。今日の演説には3つのものがないと思うんですね。熱意とビジョンと具体性と、この3つが欠けてます。なんでかというと、役所の短冊を組み合わすだけだからなんですよ。で、これ役所にはしょうがない、それぞれ自分の役所はこれを進めたいって持ってきますけど、やっぱりそれを貫くですね、あるいはそれを横串に刺すような、やっぱり政治リーダーとしての明確なメッセージや、あるいは熱意、情熱、こういったものがですね、やっぱ欠けてるということが非常に大きいなと。どうやって日本を、食い縁を作るというのは、最後、梶山先生の言葉を引いてましたけれども、その食い縁をどう作っていくのかが、この演説からは分からないと。
というのが問題だと思います。はい、もう一点、オリンピック、オリンピックはですね、まあ、こう書かざるを得ないんでしょうけれども、まあ、いろんな海外でのメディアでもですね、非常に、まあ、オリンピックの開催が不透明になってきたと、あるいは、まあ、IOC もですね、WHO とか、まあ、国連に委ねるようなことを言ってきているので、まあ、非常に、まあ、日本がそもそもこう開催できるかどうかの操縦感をもう握れていないような状況になってきているなという印象ですので、それこそですね、もうやるという一辺倒のプランだけじゃなくて、開けないというプラン B も想定したですね、さまざまな対策や追加の経済対策とか、こういったものもですね、そろそろ考えていかなければいけないので、とにかくもう決めたらこれしかないということではなくて、この不確実性の時代なので常にですね、プラン B を考える、つまりオリンピックも開催できない、開催されないということを前提としたプランをですね、常に用意しておくということをそろそろですね、始めなければいけないんですが、まあ、そういったその備えとか準備とかいうのが感じられないような演説だったと思います。はい、じゃあ北海道新聞、はい、先ほど田村代表からの本会議たくさんの議員を出席していたと言いましたけれども、国会におけるオンライン審議の導入について代表どう考えるか、はい、まあ、憲法上制約もご自動ですよね、あるともされているんですけれども、その導入必要性とか課題とかどう考えるか。7割のですね、テレワークをですね、国民に求めているのに、国会は憲法上の制約があって、みんな座ってなきゃいけませんって、まあ、どの口が言うんだってことだと思いますよ、それは。もし憲法上の制約があるんだったら、憲法を改正してでもですね、国民に7割のね、そういうことするから、7割、なんとかですね、これでみんなでこらえて我慢して、それを守っていただいて、ここでコロナを抑え込みましょうということをね、言わなきゃいけないと思うんです。でも国民にはお願いしながら、自分たちはルールがあって憲法があってこれしかできませんっていうんだったら、その5人以上の会食やめてくださいって言いながらステーキ食ってるのと同じなんですよ。だからもうその言い訳は、それはどの企業でも皆さんでもそうだと思う、いっぱい言い訳は作れるんです。いや、うちはやっぱりテレワーク無理なんです、業種の性質上できませんと。それを国会がそのまま見せて、まさに全国にそのまま NHK で放送されてですよ、誰が守るんですかと。だから本当に本気でテレワークするんだったら、国会から永田町から霞が関からそれをやるようなことをね、政治家が率先してやらないと、もう行ったその直後からあんなに、もう多分あんだけの人数が集まってるのは日本でここだけだと思いますよ。でそれでその密を避けてくださいとか7割テレワークなんていうのはもう笑われると思います。ですからこれはもう速やかにですね、まあ、議運のマターになるのかもしれませんが、確かに地方議会も国会も本会議だけは出席が必要だと言ってるんですが、それも本当にそうなんですかねと。そこはもうこういう有事の際にですね、やっぱり与野党をきちんと申し合わせて、本会議についてもオンライン化を可能にするようなことは私はできると思います。ですからそういったことにまずは取り組むと。あれ、その姿勢を国民に見せる。それをやらないと、やはり2月の7日までに抑え込むことはできないと思いますね。はい、その方がいいかもしれません。はい、どうぞ。今回の施政方針演説、短冊型っていうのを、前の初心もですね、確か短冊型で、なんか羅列っていう感じだったんですけども、そういったその手際にとですね、あとそのアベノミクスの件の言及と、あと梶山さんの言葉の言及なんです。これ今とそのアベノミクスの時代、それから梶山さんからの言葉があった時代とは状況のフェーズが変わっていると思うんですけども、そういったところのフェーズの変化に対して対応ができていないっていう点についてです、はい、ですね、これ今おっしゃったことは重要な指摘で、私これ一部ですね、このまあ、いわゆるエンバーゴ付きで皆さんのところに言ったかもしれませんが、かなり早い段階から一部報道もされてました。というのはその役所から何月何日までに出せと言って年末に作ったと思うんですが、これ自体がですね、もう今の今日の問題に対応してないと思います。つまり古くなっていると思うんです。つまりそのもう8時以降の飲食をやめましょうという段階では多分なくなっているのに、この演説は対策は依然として飲食の時間制限を中心とした戦略しか書いてないんですよ。
でもそんなものは効かなくなってんじゃないかと。例えばそれやった大阪とかが非常に増えているという状況ですからね。だからもう昼夜を問わず外出を控えてくださいというのが今の多分国民にお願いしなきゃいけないメッセージなんですが、この中には依然としてですね、8時までの営業の時短と、そして8時以降のですね、不要不急の外出ということで、古いんですよ、これ自体が。だからその大事なことはですね、この演説を作って読むことではなくて、今タイムリーにこの1月18日に必要なメッセージをその国民に伝えるという発想で作られていないし、そういう思いで発言していないということが問題だと思うので、さっき3つが欠けてると言いました。その熱がないのと、ビジョンがないのと、具体性がないと言いましたけれども、もう1個ないのはスピード感がないですよ。スピード感が、だからこのセットした時点から状態がどんどん変わっていて、事態が変わっているのに、そのことに全くついていけてない演説になっていると。こんなことしてるから全部後手後手になるんですよ。こういうことも含めて、これから の本格論戦の中でしっかりとですね、指摘をし、訂正を求めていきたいと思ってます。すみません、はい、東京の方も感染者数1500人以上というところで、もう緊急事態宣言が始まってから11日目なんですけども、この調子だったら2月の7日までに、果たしてじゃあその緊急事態宣言が終わるのかどうなのか、私1日に500人の感染者数もですね、これ甘い話だと思うんですが、このままではオリンピックは全然できないのに、オリンピックをやるということを前提で、それ以外の選択肢がない。でこれが何ていうか、ますますその国民の、内閣支持率が下がっていくというふうに思うんですが、こんな弱いなんて、果たして、この危機乗り越えられるっていう。いや、私は全くそう思いません。2月7日でとても終わるとは思えないんですね。で、現行の緊急事態宣言は、先ほど申し上げたように、古いとか、今の特措法に基づく緊急事態宣言ですから、今、我々が議論しているのは、北風も太陽もないと、だから改正必要だと、去年から言ってきました。ただ、今、北風も太陽もない状況の特措法に基づく緊急事態宣言ですから、聞くわけないんですよ。でかつ、そのリーダー自身が約束を破っているということからですね、そういったアナウンスメント効果も非常に弱くなっているという意味で、これ2月7日にですね、収束するめどははっきり言って立ってないと思います。だからこそ大事なのはですね、プラン B で、その今のこの戦略が功を奏さなかったときにどうするのかということを、政権の人間はどれだけ今考えているのかなと。でもちろん私もオリンピックは開いた方がいいと思うし、開いてほしいなと思いますが、ただ希望することが達成できないときの、その代替手段、代替政策ということを持ってないと、これがですね、致命的だと思います。ですから、われわれはその数ヶ月前からですね、少し先にやるべき政策っていうのを常に提案してきた自負がありますから、その意味では、先ほど申し上げたようなプラン B といったものもですね、提案しながら、なんとかですね、この政府ではできない、抑えきれないものに対して、別の案を示しながらですね、それをしっかりと政府にも採用することを呼びかけていきたいなと。で、もう一つ言うと、ウィズコロナ戦略が私は限界に来てるなと思います。つまり、私自身もこれから気をつけますけども、ウィズコロナ、ウィズコロナ、アフターコロナということによって、なんかコロナとの共存を許容するようなことで、そのコロナ対策は結果としてこう非常に緩いものになってしまう、あるいは国民の中にそういう認識を広げてしまう効果があると思うので、むしろ今はですね、ゼロコロナにするぐらいの気持ちで臨む必要があるし、収束もできていないのにアフターコロナの話をいたずらにすべきではないと思います。それは典型的に予算に表れてますけども、終わった後にこれしようとか、むしろ終わった後にやるべき予算の方が大きいんですよね、三次補正なんかでも。だからウィズコロナとかアフターコロナということを、我々も今まで言ってきましたけれども、あまりそういうですね、コロナと共生というのは甘いものではもうなくなっているので、徹底して、例えば無症状感染者をですね、あるその事前確率の高いような地域とか、医療機関、介護施設などではもう定期的に一斉検査をすると、それに対して国が全面的にお金を出すと、そういったことも含めて、もうそのコロナをですね、そもそも社会の中からですね、なくしていくようなぐらいの気持ちでやらないと、
ウィズコロナ、アフターコロナなんて甘いことを言っているような状況じゃないので、そういう意味では政府にはですね、ウィズコロナ戦略からゼロコロナ戦略への転換を求めるような、まあ、そういう提言もしていきたいなと思っています。はい、最後でよろしいですか。どうぞ。地下発電の及川と申します。はい、特措法に刑事罰を設けることについて山尾衆議院は反対していると伺っているんですが、党内は調整できますでしょうか。山尾議員も私たちが昨年12月2日に出した案については反対していません。で、私とまあ同じ考えで、緊急事態宣言下というある種のこう特別なですね、ことを2つ条件があって、国会がしっかり民主的な統制を効かせるということと、専門家の判断を入れる、専門家会議の判断を入れるというある種の客観性を担保するという、この2つの基準が満たされたときにはですね、一定の試験の制約をして、より大きな試験の侵害を防ぐということが大事だということでは、彼女も理解しています。で、問題は、その境目が極めて曖昧になって、国会の関与も薄い、あるいはない、あるいは専門家の客観性も担保されないと、そういう中で、行政の恣意的な判断だけで、試験制限が導入されるようなことの方が問題なので、その境が非常に曖昧になって、有事と平時の差がないということがですね、我々としても問題してますし、そこは山尾さんも問題していると思います。はい、はい、よろしいですか。はい、すみません。よろしいですか。はい、ありがとうございました。